割と皆さんは学則を見たことがありますかね。学則っていうのはね、大学のホームページとか、履修の手引きにも抜粋だけど載ってるんじゃないかなと思うんだけど、学則のね、64条から68条を見ると、えー、本学に全学教授会を置くっていう規定があるんですよ。でその名前の通り、 えー、全専人教員がね、でっかい会議室に集まって会議をするっていうね、あの、ものなんですけれども、教務部長とか学生部長みたいな役職者っていうのかな偉い人っていうのは、この全学教授会で、えー、選挙して決めるんですけど、2018年の12月12日ね、日付を覚えてます。12月12日に、 そこで、えー、僕はですね、教育研究支援センターの所長っていうものに、まあ選挙で選ばれてしまったんですよ。で、中には、あの、自分に投票してくれとか、自分には入れてくれるなっていうようなさ、こう選挙活動をするような人がいるかもしれないけれど、僕はそういうの嫌いなので、で僕は何もしなかったのね。で、まあ、結果的に選ばれちゃって、なんでやろうって、ちょっとね、 思いました。けれども、まあ選ばれた以上はやるしかないなっていう感じでね。まあ、今頑張ってるところなんですけれども、も、えー、学則のね。そのさらに先72条から76条っていうところを見るとね、えー、部局長会を置くっていう規定があるんですよ。 で部局長会って何かっていうと、学長の諮問機関で、学長、副学長、図書館長、教務部長とか、学部長とか、学生部長とか、入試部長とかね、要するにそういう役職者が出る会議があるんですよ。偉い人が集まる会議があってね。まあ、それを部局長会っていうのがあるっていうんですね。で、話はちょっと遡って、今から15年ぐらい、14年前かな、2006年に、えー、っとね、地方入試って、 っていう,のうちの大学やってるんですけどそのうちの一つの千葉に行きまして2泊3日の泊まり込みの仕事なんだけれど行って2日目の夜だったと思うけれども当時ある部局の長だったドイツ人の先生とその先生の部屋で差し飲みをしたのよ。 で、その先生ね、確かね、缶中杯をグビグビ飲んでいて、あ、ドイツにも缶中杯飲むんだって、ちょっとね、失礼なこと思ったんですけれども、まあ、それはよくて。ほんでね、その、二人とも酔っ払ってきて、なんかこう、日本語、ドイツ語、フランス語、英語が混ざったね、わけのわからん言葉でね、話していて、で、今となっては、何を話したのか全く覚えてない。まあ、飲みすぎたのかもしれないね。全く覚えてないんだけど、一つだけ覚えてることがあって、その先生がね、 部局長会嫌いって言ったんだよ。それがすごい印象に残っててさ、こうインパクトが強くてね。んで、2019年4月に支援センター所長になって、つまり部局長会という会議に出なければならないことになってさ、で、その先生のね、言葉だけが頭にこう刺さっててさ、 ほんで、その、また、部局長会をやる会議室っていうのは独特な部屋でね、なんかね、こう、空気もね、ピーンとしてる感じでね、まあ中の様子なんかね、全く知らなかったので、どういう場か全くわからなくて、ただただ怖いっていう印象だったのね。印象っていうか予想だったのね。イメージだったのね。 でもね、中にはね、あのー、2020年の3月にね、国際教養学部で体感された、定年で体感された、え、え、定年で体感された A 先生っていう方がいらっしゃってね、その先生ね、トータルでね、19年間、部局長官に出てたっていうんでね、すげえなと思ってたんだけど、なんか、その先生は慣れて、さすがに19年も出てたからかもしれないけどね、慣れていた。いや、全然怖くないよ、田中さんかなんか言われてね、あ、そうなのかな、いやでもやっぱ怖いっすよ、みたいな話をしてたんですよ。 で、僕の、あのー、情報のね、授業をね、あの、去年までとかに履修したことがある人にはね、その授業の最終回は、パワーポイントを使ってプレゼンをするっていうのをやってるんですよね。で、その,全の、全員、全員っていうか、その発表する人の、えー、プレゼンが終わった後に、 ちょっとあのー、コメントするんですけれどもそこでね僕は必ず言うのは人間っていうのは初めてなことであるとかえ経験が浅いことあんまりやったことがないことねそういったことは不安に思ったりとか苦手だな嫌だなと思っ,た思ったりすることが多いよねっていう話をしているんですよでねその部局長会に初めて出た時っていうのはねまさにそういう状況なわけよ ほんでね、一回目、4月のね、何、えー、違うな、3月の終わりかな。なんかね、年度終わりにね、こう、引き継ぎのために、4月になる前に一回出るんだけどね、その時にね、2時間とか2時間半ぐらいあったと思うんだけど、もうぐったりですよ。どうしていいかわからんか。もうなんかね、窒息しそうな感じのね、僕のひ僕、あの、中では、ものすごい緊張感なんですね。 で、これ、毎回、これ、きついなと。月に2回くらいある会議なんだけどさ。これ、毎回きついなと思ってね。2回目からは、まあ、自分らしく、自分のままで行ったろうかなって思ったんですよね。でね、2回目か3回目の会議の時に、ある提案をね、僕からしたんですよ。ほんで、そこで,で、そこに出てきたね、ある学部の学部長から、いや、それ、すごいいい提案だと思うけれど、結局、それやることになるの田中さんだよって言われて、 ですよねーって僕言ったのよ。で、そのね、会議で、ですよねーみたいな口調で、トーンで喋るっていうのはさ、なんて言うんだろな、こいつ、えーみたいな感じのリアクションになって激怒する人ね、学長とかに怒られるかもしれないからと思ってもいたんだけど、それでもまあ僕そういうキャラなのでね、言ったろと思って言ったんですよ。そしたらね、ちょっとまあまあ笑いが起こってね、 ちょっと場が和んだっとだていう感じでそこで僕はこの部局長会っていう会議をね何ていうのかな偉そうな言い方をすると克服したっていうかその少なくとも緊張感を克服,した克服したっていうところがあってね。 まあ、あの、そのリスクを犯したわけですけれども、その怒られるかもしれないというリスクを犯したわけですけれども、まあ、そういう言い方をしてね、もしかしたらそこに出ていた部局長の皆さんがね、こう、温かく見守ってくれたというかさ、ああ、まあまあ、こいつこういうやつだよね、まあしょうがないよね、みたいな感じのね、リアクションだったかもしれないけど、本当にまあ、ありが、あ、あ,あ,ありがたかったですよね。 まあ、あの、要するに、人間誰でも、初めて、初めてなこととか、口噛みまくりやね、今日ね。初めてなこととかさ、苦手なこととかさ、経験がないことね。そういうことっていうのは、まあ、あの、嫌だなと思ったり、心配に思ったりね、不安に思ったりとかね、最初からうまくいかないことってあるよね。っていう話だね。雷めっちゃ鳴っとるな。5月6日の19時です。東京地方はものすごい雷が鳴ってる感じですね。ほんじゃまた。